いいか皆の者、私こそがテラコマリガンデスブラッド。3年ものの引きこもりのプロだ。世の中は理不尽だと常々思う。私の人生には苦い思い出しかない。私はビル・ヘイズと申します。本日付でテラコマリ様の専属メイドとして着任いたしました。七具天をご存知ですか？七具天大将軍、吸血鬼の中でもめちゃ強い七人の猛者だろ。それにコマリ様がなったのです。バカか。安心しろ、コマリには第7部隊500人もの部下がついているのだ。ただし上司が弱いと分かれば下克上を狙って確実にぶっ殺しに来る奴らばかりだがな。全然安心できねえよ。どんなことがあっても部下の前では絶対的な強者として振る舞いたまえ。必ずや部下どもを勘違いさせてみせましょう。さあ行こう、親愛なる兵士たちよ。鮮烈なる血液色の映画がそこにある。どうしてこうなった？引きこもり吸血鬼のモンモン、2023年テレビアニメ化決定。